どんな知事になろうが、なんていうのかな、職員が優秀なので、どうにかコントロールしてくれるっていうふうに思っていたんです、心のどっかで。ただ、ここに来てですね、はい、想定外のバカが登場すると、これもうどうにもならないんだということが分かってですね、実際にそれが起こっているのは今、北海道でありまして、はい、まずまあ職員が素晴らしいって言ってた幻想も若干ちょっと変わっていて、これ違う話なんですけれども、農議会の時にですね、総合政策部長というのと僕は総合政策委員長というのでタッグを組んでやっていたまあ職員がいたんですが、それはそれは優秀だと思っていたんですが、まあ僕が辞めてから副知事までになって、その後退職してどこに行ったのかですけれども、孔子学院の理事長になってるんですよ。本当ですね。このとんでもない感覚の職員が副知事になっていたってことを考えるとですね、うん、まず農長にはあんまり期待しない方がいいなっていうのが今最近思ってることと、今度先ほどもまあ室さん言ってたように素人がなっちゃダメだっていう話でですね、今鈴木知事がなってますけど、鈴木知事は素人中の素人ですよ。それはちょっと聞いたことのないですね。高校をまあ、卒業してすぐ都庁に入り、で都庁に入ってから何やらその夜学に通って大学に出たやに聞いてますけれども、はい、10年そこらね、一番底辺の職員で動いていた方が、うん、都庁だとか道庁のですね仕組みを分かるはずがないです。ほぼほぼ雑巾掛けだとか、うん、そういうことばっかりしかやってないので、はい、でこの方がまず夕張市長になって何をしたのか、夕張市を壊しました。そうですね、ほぼほぼですね、もう夕張市は赤字再建団体になったということで、私が立て直しますみたいなことで市長になったんですけれども、さらに悪化をさせたんですが、なぜか顔が良くて若いということでですね、うん、自分が立候補するっつって、まあ、公明党が応援するみたいな形で、あるよあるよという間に知事になってしまったと。で4年が終わって、前回再選をされたんですけれども、4年間何やったのかよくよく分かんないと、まあ、コロナがあってよかったなみたいな感じなんですが、まずですねこの方驚くのはビジョンがないんですよ。ビジョンがなくて政策のこと全く分かんないんです。それどういうことかというと、現職の知事ってですね、一番立場が強いので公開討論会なんか一番行きたいわけですよ。ただ公開討論会一人欠席が現職の知事で、その都合がつかなかった。さらに投票後にですね、マスコミからの取材を受ける際に、政策の質問はしないようにという通達が出てですね、地元で大騒ぎになりました。でそれから会見をやるって言って、会見で答えたことがペーパー以外のことは答えないので、さらに大問題になったということですね。結局は、まあ、これは一部のですよ、一部の職員の噂で本当かどうか分かりませんが、全ての漢字に花が振ってあるというですね、そういう説明書を読んでるやに、まあ、そういうふうに言ってる方もいるので、これ分かりませんよ、分かりませんけれども、そういう話もあるくらいの方なので、本当にですね、まずこういう想定外の方がなったら、とんでもないことになると。さらにですね、安全保障ですとかそういう問題にも非常に疎くてですね、北海道は日本の食糧基地であるはずなのに、なぜかこれからは中国にどん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 輸出をするというようなことで輸出が始まってしまいました、うんうん、これ日本の法律や憲法では、うん、まあ、その農地を持っている方が一番権利が強いので、うん、輸出が始まって儲ける会社があればですね、もうそれをストップできないというような状況の中で、北海道からどん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 中国に食料が輸出されたっていうのも問題だと思いますし、あと土地だとか資源だとか、これだけ中国にまあ抑えられていて、一帯一路の中心だっていうふうに中国に言われてですね、喜んでもわわわわ中国とまあ接近をしてるっていうのもですね、国際感覚なさすぎだろうと。で先ほどからいろいろ皆さん言ってるように、太陽光パネルのですね、メガソーラーの問題でもですね、もうどん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 作ってですよ、ゼロカーボン政策って日本の先に行くんだっていうふうに言ってですね、私は世界で一番のゼロカーボン地域を作るっていうふうに言ってですね、もう3週遅れでお前何言ってるんだと、世界はもうそこにいないぞというようなことをですね、平気でやっていて、そしてまあ平井さんもそこにいらっしゃいますけれども、この問題地元でまあ取材をしたらですね、とんでもないことが次々起きて、
こんなことが北海道で起こるはずがないだろうみたいな規模でですね、いろんなことが起ころうとしているものを全部ですね、知事がアクセルを踏んで、さらに原発は反対ですよ、で、核燃料の最終処分場の文献調査に手を挙げた自治体にも、お前ら勝手に何やってるんだって怒鳴り込みに行くような、そういう経済センスで、今北海道本当に電気代が高いのに、そういうことすら、頭に思い浮かばないんだなというようなですね、そういうことを全て考えると、ちょっと想定外の人が北海道に来てしまったなと、でこれ2代続けて北海道は、北海道と縁もゆかりもない方が、その知事になりました。でこの縁もゆかりもない方が知事になると、一番恐ろしいのは我々の歴史まで壊してしまったってことで、実は開拓の歴史というのが私たちの道民の誇りであって、100年記念塔というものがあったんですが、それを2代の知事がですね壊してしまったと、いうことで、これから北海道において開拓という言葉は使ってはならないというような雰囲気になってきてですね、それはアイヌから見たら侵略だからみたいなですね、こんな京都を作られたらどうするんだというようなことで、国際感覚ない、そして日本のこと愛してない、地域のことも愛してない、さらに経済のことも知らない等々ですね、もう次から次とダメすぎてどうしたらいいんだというようなのが今の北海道の状況だということで、まずここでお話しさせていただきました。